皆さん、シャールこんにちは。私、ワニフと申します。今回はですね、マイクロ SD カードの購入の仕方について改めて動画を出したいと思います。つい最近ですね、APEX のスイッチ版がね、登場したということで、こちらですね、結構な容量食うらしいんですよね。で、本体の容量が 32GB ほどで、で、APEXのスイッチ版がだいたい20ギガぐらいで、多分ね、これもし SD カード使っていてもいなくても、特に使ってない方はもう圧迫してると思うんですよね。で、自分もですね、本体の空き容量見たんですけども、本体のメモリはもうほぼほぼないですね。SD カードに関してもまだ空きはあるんですけども、スクショとかでいろいろしてるとあっという間に溜まってきますね。128GB の SD カードも結構溜まってはいるんだけど、今後ね、スプラ3とか、ポケモンのね、リメイクのダイヤモンドとパール、これからダウンロード専用のゲームとかも増えてくると思うんだよ。そうなるとね、どんどん容量圧迫してくるから、もし SD カード持ってない方はね、もう、多分そろそろ必要なのではと。その SD カードなんですけども、店頭にあるマイクロ SD カードってね、ちょっと高いんですよね。あくまで地元調べですが、容量に対してちょっと値段が高いです。最低限まず 128GB 欲しいんですよ。欲しいんですけども、容量がですね、置いてるお店によっては、それも1ランク下の 64GB だったり、ウルトラハイスピード、略して UHS っていう規格があるんですけど、U3 じゃないのがあるんですよ。読み込み、書き込みが早いかどうかって話なんだけど、公認のね、ライセンス商品だったとしても、UHSI がね、1だったりする。3じゃない。ライセンス品じゃなかったとしても、2700円ぐらい。でも、64GB だったらね、あっという間ですよ。いろんなゲーム入れたらあっという間ですよ。少なくとも128。できるならば、そのもう一段階上の 256GB が欲しいところですね。購入されるならば、ネットの方がお安かったりします。で、過去にですね、自分、マイクロ SD カード、スイッチに使えるマイクロ SD カードに関して、動画を一つ上げました。自分が購入したマイクロ SD カードは、サムスンのエボプラス。で、128GB なんですけども、こちらの動画で紹介している商品、今現在 Amazon の方で、一応2019年モデルとして、今現在もあるんですけども、お値段が2790円。なんですよね。で、よく見ると、2020年モデルってのがあるんですよ。で、そちらの方は2080円なんですよ。安いんですよ。20年モデルの方が。で、容量は一緒。で、同じく UHS。で、一応確認したんですけども、まあ、基準としてね、あくまで参考なんですけども、桜チェッカーという、ね、やらせレビューかどうかのチェックするサイトで確認したんですけど、そちらでも問題なかったです。まあ、あくまで基準です。あくまで参考なんですけどね。で、選ぶなら、こちらの2020年モデルの 128GB を、まあ、ちょっとご紹介したいと思います。で、可能であればね、ご予算に余裕があるのであれば、そのもう1ランク上の2020年のモデルで 256GB。こちらが4380円となってます。たくさんゲームをダウンロードされる方は、そちらの方がおすすめかと思います。基準としては、プラス10、UHSI、U3、128GB 以上。その基準であれば、一応他のでもいいんですけども、自分はこちらの商品をご紹介させていただきます。今週の土曜日にですね、こちら Amazon さんの方は、新生活セールというものが開催されますので、そちらでお得なキャンペーンもありつつ、
セールもあるらしいんですよ。そちらでもしいいマイクロ SD カードがあればそちらでもいいと思います。その際はきちんと先ほど言った性能と同じ同等ものか、それを確認した方がいいと思います。というわけで、2011年バージョンご紹介いたしました。